韓国ガールズグループaespaのパフォーマンス中にスタッフと見られる男性が卑猥な言葉をついたとして、物議を醸している。去る1日、YouTube チャンネル SBS KPOP にはaespa NINGNINGのブラックマンバフェイスケム映像が掲載された。公開された映像は、先月29日放送の SBS 人気歌謡でのNINGNINGの姿のみを集中的に映したものだ。NINGNINGはブラックマンバの開始前にポーズを取り、楽曲が流れるとそのままパフォーマンスに入る。ネットユーザーらは約10秒の部分でスタッフと思われる男性の声が聞こえると指摘。その男性は短い笑いの後に卑猥な言葉を口にする。ネットユーザーらはその男性がaespaのステージを指摘したものと推測し、こういうのは礼儀上、掲載するときに省くべきでは、当事者が目の前にいるのに、酷すぎる、こんな言葉をつくのは誰だなどの反応を見せた。一角では該当スタッフが合わないという部分はaespaに対してではないかもしれない、との意見もある。一方、aespaは、韓国大手 SM エンタテインメントの4人組ガールズグループとして先月17日にブラックマンバでデビューした。4日深夜放送された新日本男児と中井で K-POP アイドル男児を放送。日テレのアナウンサーも BTS、防弾少年団風に変身し話題に。歌手チョンハ、新型コロナ感染を確認。感染者との濃厚接触があったという連絡を受けて検査をしていた。11月29日放送 SBS 人気歌謡で、aespa NINGNINGの個人映像開始10秒にスタッフと思われる男性の卑猥語が聞こえ、ファンらが怒り。